韓国銀行貨幣博物館とは2001年に韓国銀行が設立したソウルの経済貨幣博物館である。住所はソウル特別品各南大門39。設計は辰野金吾の指導のもと中村大助平が行った。朝鮮銀行本店として1912年に建設され韓国銀行本店としても使われた。国内外の貨幣。 約2万点をはじめとする資料が展示され、貨幣の製造過程や韓国経済を学ぶことができる。入場無料。韓国銀行の本店、コリアン、ハンジャ、韓国銀行本館であった、博物館棟は、1981年に国指定史跡第280号に指定された歴史的建造物である。元々は、 第一銀行のソウル支店として発注されたもので、東京駅や日本銀行本店本館などの設計を手掛けた日本の著名な建築家である、ノ野金吾が設計した。1907年11月に着工したが、その間に韓国銀行令により、第一銀行から日本統治時代の朝鮮の中央銀行業務が分割されたため、1912年1月に、 朝鮮銀行本店として完成した。1945年の日本統治終了後、朝鮮銀行は解散し、代わって1950年6月12日に韓国銀行が設立されたが、建物は引き続き韓国の中央銀行本店として使用された。朝鮮戦争中には空襲により大きな被害を受けたが、 1956年5月から1958年10月にかけて修復された。その後も1987年に韓国銀行が建物裏手に新築されたビルに業務を移転するまで韓国銀行の本店として継続使用された。1987年から1989年にかけて建物のファサードと屋根は元のデザインに復元され、 内部は漆喰から大理石に変更された。2000年12月に韓国銀行の最後の事務所がこの建物を離れ、2001年6月13日に韓国銀行家幣金融博物館として開館した。早期20世紀初頭の接中的なスタイルで設計された建物はフランスのシャトーやルネッサンス建築から一部インスピレーションを受けている。シンメトリーが取り入れられ、 床面積は8703.5平方メートルである。部材は主にコンクリートや鉄骨であるが、外壁はソウルの工人の門外で採集された加工岩を全面的に使用している。正面玄関の車寄せは4本のトスカナ式の柱で支えられたファサードから大きく張り出し、建物の四隅には1箇所を除いてそれぞれドームとフィニアルを持つ塔が配置された。 ファサードの下部は花崗岩のブロックを突出させた水平線で装飾され、上部はペディメント、濃い色のコーニス、手すり粉で装飾されている。また、不柱には、見影石の盾の彫刻が施されている。疎石の低疎の字をめぐっては、朝鮮銀行が1918年に発刊した、朝鮮と満州の経済要項で、韓国東刊府初代東刊であった。 伊藤博文の新筆であるとされており、日程残詞として議論の対象となっていた。2020年10月21日、韓国文化財庁は、中村あたえすけひらの資料との筆跡の称号により、伊藤博文の直筆と確認されたと発表した。韓国では伊藤に対するイメージが悪いため、韓国銀行は、字の削除を含め文化財庁と協議しながら、 祖先の扱い方を決めるとしている。ありがとうございます。